モンテグラッパは、アルプス山脈に属する標高1775メートルの山の一つである。プレアルピベーネテの一部で、ビチェンツァ県、トレビーゾ県、ベッルーノ県の境界となっている。名前の由来は、よくわかっていないが、アルペマードレと呼ばれていたことが知られている。第一次世界大戦での抗軍と、第二次世界大戦のいくつかの事件での敗北の舞台となり、イタリアと、 オーストリア・ハンガリーの軍の遺品を収めた大戦の博物館のあるモンテグ・ラッパの軍に例地してよく知られている。またジュゼッペ・サルト・スーキ教により1901年8月4日に建てられた救済の聖母の奨励廃道があることでも有名であ。第一次世界大戦ではカポレットでのイタリア軍の敗北後、山の頂上はイタリアの防衛拠点の一つとなっていて、ベネト平原への展開のために、 多くのオーストリア兵は無駄に何度もここを征服しようとした。岩の中に地下号を作って大砲を配備し、イタリア軍は山の頂上からモンテッドに至る前線をコントロールしながら勢力下に置いた。プレアルピト・ドロミーティ方面の長望モンテグラッパはイタリアで最も美しい都藩を持つ山の一つと考えられておりいかなる斜面に対しても立ち向かう人にとっては その長さと落差により苦労する斜面とされている。そのクラッシュコはストラーダ、カドルナとも呼ばれ、戦時中に同盟の将軍により三階の頂上へ至る道として建設された。ロマーノ・デッツェリーノの中心と頂上との区間は 27km である。最も厳しい区間は最初の部分と中級者向けとされている最終区間の平地に見える坂道 3km である。 グラッパは他にも様々な3階を分け合う3つの県。すべての斜面から登ることができ、ベッルーの県からはカプオ、またはバルレディセレーンから登ることができる。3階の東側に向かって移動すると、セモンツォの坂にぶつかり、とても景色の良い丸毛道路を横切る。サンリベラーレから、ポッサーニョから、モンテトンバから、カバーッツォデルトンバから、ペデロッパから、 アラーのディピアーベからも登ることができる。モンテグラッパは1970年代と1980年代に何度かジロでイタリアのコースに組み入れられ、いくつかの区間到着点も設置された。毎年7月にはバッサーのモンテグラッパ愛好家のためにクラシックレースが行われる。勝者にはジーノ・バルタリ、ジルベルト・シモーニとダミアーノ・クネゴがいる。2010年の大会は、 第14ステージに組み入れられ、ヴィンチェンツオニバリが制した。ありがとうございます。